チンキャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。本日は松山くんドリコレ来てるんで、こちら見ていきたいと思います。で、あとは選手調整で葵くんとかボバング来てたんですけど、まあこちらは数チェックやらないんですけど、まあ葵くんは絆が上下で、7.5 とかになってたんで、デバフパの人とかは結構使いやすくなったんじゃないかなと思います。それでは早速松山くん見ていきましょう。力属性の DMF 限定ですね。まあなんでちょっと目、ね、使いづらいかもしれないですね。メイン技ハイボルテージタックルの S548威力ということで、まあ、一番強いタックル技来ております。そしてイーグルパスカットの S520 威力、チームプレイブロックの S527 威力がついてます。パスカとかブロックこれは最大技じゃないので、まあ、その辺はつけてあげた方がいいかなと思います。特技はゾーンの終盤特化の B で、試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする最大 10% と、でハーフタイムとかでリセットになりますよというものなんですけど、まあ、これは40分、経つとですね、ぴったり、最大値になるというものになってます。チームスキー選手たちの協力、各属性&3人以上の 28% ですね。そして封印無効化2つまで、ホットライン付与松山、味方のフォワード OMF は松山からのパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータープラス 5% ですね。スタミナキラーマッチアップ時に相手のスタミナ消費量がプラス 10%、そしてフォロー、一定の範囲内にて味方が1人でディフェンスマッチアップした際 80% の確率で自分もマッチアップに参加する、さらにフォローの効果でマッチアップ時自身のスタミナ消費量マイナス 20% ですね。まあ、フォローとか、まあ、ホットラインとかもこの辺はいいのかなといったところです。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、チムスケ84、バフ75で見ていきます。スタミナが1377ですね。シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますけども、まず何も乗らない場合、まあ、ほんと試合開始というところなんですけど、ドリブルが55万、で、パスが58万5千、ワンツー57万9千、タックル57万6千、パスカットが56万2千ですね。で、ブロックに関しては52万7千なので、まあ、少し、ブロックの方が低いというところになってます。読み勝ちの補正ありで見ていきますと、ドリブルが65万6千、でパスが69万3千なので、これに関しては読み勝てば十分抜けるという判定でいいかなと思います。まあ今、まあ、ジェンティーレとか、まあ、その辺がですね、ブロックすると67万ぐらいで、タックルとかパスカットすると63、4万ぐらいというところなんで、まあ、65万超えてくれば読み勝てば抜けるという判定でいいかなと思ってます。タックルが68万、パスカット66万ということなんで、まあ、これも読み勝ったら十分取れるというところですね。まあ今オフェンスフォメで取ってますので、まあ、そういった意味でもタックルパスカット、十分高いかなといった感じになってます。そしてゾーンが最大値に乗ってきた場合ですね、ドリブルが58万で、パスが61万9千ですね。で、タックルが60万、パスカット59万という数値になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル69万で、パスが73万で、タックル72万、パスカット70万ということで、まあこれはもうドリブルパス、タックルパスカット全部読み勝ったら、まあ抜いたり取れたりといったところのレベルかなと思います。まあ特にパスが一番高いというところにはなってるんですけど、まあこれ大体この間来た、フェスの葵くんと同じぐらいですね。フェス葵くんの海外キラー乗った時と同じぐらいという形なので、まあ相手によっては全然ご了承もしていけるというところかと思います。まあ、ただ、まあ、シェスターとか、まあ、そういうところって、まあ、63万ぐらいまで出てきたり、ヒューガクのドリブルも63万ぐらいまで出てきたりするんで、まあ、それよりは少し下というところにはなってますね。まあ、攻守ともに非常にバランスのいいキャラクターかなというところです。まあ、ただ、ブロックなんですけども、ゾーンが最大値に乗ってたとしてもですね、読み勝って66万という数値になってるので、で、今のシューターって70万ぐらいの数値ほぼほぼ出してきますから、まあ、ちょっと読み勝っても取れないことが多いかなと思います。で、あとはパスカットとかで、最大パスカットをつけることができなくて、520威力とかいう形になっちゃったとしてもですね、64万とか68万という数値出てきてますんで、まあ、そんなに問題はないかなというふうには思います。まずは歴代の松山くんと比較してみましょう。ドリブル見ていきますと、今回の松山くんですね、ゾーン最大値で58万。なくても55万、その次にバイタル 40% の松山が51万なので、まあ、一番強くなっております。読み勝ち 30% の、パスカ最大の目ついてる松山君に関しては48万ですね。パスも見ていきますと、ゾーン最大値で61万9千、何もなくて58万5千、
バイトル 40% の松山くんは56万なので、まあ、これも一番高くなってます。守備ですけども、タックルに関してはゾーン最大値で60万。なくても57万6千。バイタル 40% の松山が54万。そしてマッチアップ処理は乗ってこないので、まあ、読み勝ち 30% の松山が49万ということで、まあ、守備に関しても強そうですね。パスカットですけども、ゾーン最大値で59万。そして何も乗らなくても56万。バイタルの松山が51万9千。読み勝ちが49万7千ですね。まあ、なので松山の中ではもう一番強いというふうに言えるかなと思います。続きまして、葵くんですね。であとは、まあ、変えるとしたら伊沢かカルツとかとチェンジかなと思うんですけども、まあ、この辺を見ていきたいと思います。まずドリブルなんですけども、海外キラー乗った時の、葵くんですね、こちらが58万5000、そしてゾーン最大値の松山が58万2000ということで、ゾーンが乗ってくれば同じぐらいになってます。まあ、ただ、まあ、序盤の方ですね、に関しては松山くん55万、で日本選手相手だった時の葵くんが52万なので、まあ、松山の方が幅は少ないという形になってます。で、まあ、伊沢くんとかカルツとかっていうのは、まあ、オフェンスはそこまで高くないというところですね。パス値見ていきましょう。パスに関してはゾーン最大値で61万9000。葵くん海外キラー乗って61万6000なんで、葵よりパス値が最大値は高いという形になってます。何も乗らなくても58万5000。まあ、これで翼くん、今フェスとかで、まあ、取れる、ガチャとかでも取れると思うんですけど、フェスの翼くんのワンツーと同じぐらいの数値というところなので、まあ、何も乗ってなくても十分パス値高いという判定でもいいかなと思います。葵くんは日本選手相手だと55万というところですね。そして気になる守備なんですけども、シュートキラーのところはちょっと覗いてみていくと、タックルはゾーン最大値の松山が60万9000、何もなくても57万6000で、葵くんの海外キラーが57万、でカルツが読み勝ちと OMF キラー両方乗ってきて56万ということで、まあ、カルツとか伊沢よりまあ、普段から数値高いという形ですね。まあ、なんで、まあ、この辺と入れ替えっていうのは全然ありかなといったところになってます。まあ、伊沢くんとかね、リカバーとか、その自動パス感もありましたっけ、まあ、そういうところがまあかなり強いと思うので、まあ、潜在スキル的なところでまた考えていただければいいかなと思うんですけど、数値的には松山くんが一番強いですね。そしてパスカットなんですけども、シュートキラー覗いてみていくと、海外キラーの葵くんが59万6000で、ゾーン最大値の松山が59万4000、まあ、これほぼ変わらないですね。でカルツ読み勝ちと OMF キラーで58万、松山くんは何も乗らなくて56万なので、まあ、非常に高いところに来ております。カルツ読み勝ちのみとかで言うと55万とか、タックルだと53万6千になってるんで、まあ、ヒューガ君とかに少しご了承が、ね、されていくような懸念が出ているというところになります。伊沢君に関してはパスカット54万3千ですね。まあ、少なくとも数値的には伊沢よりは十分高いというところでしょうかね。まあ、ブロックに関しては伊沢の方ができそうだったかなというところはあるんですけど、まあ、それでも伊沢くんでもブロック止まるか止まらないかっていうところかなと思いますんで、まあ、DMF で使うってことを考えると、まあ、非常に数値高いところに来ているかなというふうに思います。はい、というところで松山くん見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、非常にバランスよくというか、まあ、そんな感じでバランスよく強いキャラクターという感じでしたかね。まあ、葵くんの海外キラー乗った時の数値にかなり近いというところなんで、まあ、力属性の、まあ、そういった DMF として使えるのかなというふうには思います。まあ、DMF 限定っていうところと、まあ、自動パスカットとか、まあ、そういった部分がなかったので、まあ、そのデバフガードであったりとか、まあ、そういうところがないんで、まあ、その辺の使い勝手の違いっていうのが、まあ、ちょっとあってそうかなというふうには思いました。まあ、あとは少し違う話ですけど、技威力の、まあ、調整みたいなのも来ておりまして、まあ、スウェーデン系のキャラクターですかね、ブローリンとかラーソンとか、まあ、その辺の技威力っていうのが550とか535とか、まあ、すごいたくさん上がってたので、まあ、その辺は何かあるのかなというふうに予想されます。あと完全に余談なんですけど、まあ、最近、まあ、ちょこちょこランクマをまたやるようになりまして、まあ、プラチナ4まで戻ってきたんですけど、何回かランクマやってみて少し思ったことがありまして、自分の場合77%とか 7.5 の絆のキャラがほぼほぼいないので、77% とかが組めなくてデバフでやってるんですけど、まあ、そうするとですね、追加バフがないキャラクターに関しては、まあ、最大でも3キャラで、たまに即属性のやつとかが一番自分的にはやりやすいんですけど、まあ、2キャラキーパー除いて2キャラいれば、まあ、こと足りるなというふうに感じておりまして、まあ、そこら辺がスパスタに行ったらどうなのかっていうのがね、ちょっと
わかんないんですけども。で、そう考えると、まあ、今回みたいな、最近の選手、出てくる選手だとそうだと思うんですけど、追加バフとかってほぼないじゃないですか。だから、まあ、パス出す人と点決める人、まあ、この2人がいれば、まあ、他は全部追加バフのキャラクターで埋めた方がやりやすいんじゃないかな、というふうに、まあ、少し感じました、というような状況ですかね。まあ、なんで、まあ、この後、多分超ドリコレで赤井くんが出てくると思うんですけど、まあ、赤井くんもかなり潜在スキルとかめちゃくちゃ良さそうな感じではあったんですけど、まあ、そういう松山くんとか赤井くんとか強いキャラクターがね出るのはいいんですけど、デッキに入れていくっていうところまで、まあ、追加バフのキャラクターを外してまで入れていけるのかどうかっていうところが、まあ、最近少し悩ましいところだなというふうに感じてます。まあ、かといって追加バフ乗っけてるからって全然キーパーがこう相手のシュートを止めれるっていうわけでもなくて、まあ、自分の場合デバフなんで、まあ、やっぱりガード 30% のキャラクターとかで打たれちゃうとですね、まあ、シュナイダーとかに、まあ、シュート打たれると結構しんどかったりとかってあるんで、まあ、その辺は一概に言えないなというような感じですかね。はい、いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。